金剛山電気鉄道、金剛山電気鉄道、金剛山電気鉄道、クムガン山電気鉄道、クムガン山チョンギチョルとは、日本統治時代の朝鮮で運行されていた電気鉄道路線。現在、路線跡は、軍事境界線で南北に分断されている。総延長は 100km を超す、長距離運転の電気鉄道であった。現在、朝鮮民主主義人民共和国。 北朝鮮統治下の金剛山は観光地として有望な場所であったにもかかわらず交通手段が極めて貧弱であった。そのような中、皇居二重橋の設計者で日本や台湾、朝鮮での鉄道建設工事を受け負ってきた久米之助が1918年、大正7年に金剛山周辺を通査した。久米は東側が急で西側が緩やかな朝鮮半島の 地形に着目し、金剛山の北側を流れ、観光に合流して、航海へと注ぐか川側の水を、トンネルで、日本海側に導くことによって、水力発電を行い、その電力で軽減線の鉄原から金剛山の、ふもとまで電気鉄道を建設しようという計画を立てた。そして、事業の賛同者を募り、久米民之助を中心として1919 19年、大正8年に、 混合産電気鉄道株式会社が設された。1920年、大正9年にまず水力発電用のトンネル工事に着手、そして1921年、大正10年には鉄道本体の工事が寄工された。会社設立がちょうど第一次世界大戦後の不況期にぶつかり、経営に苦心た。また建設開始当初は、 基幹1 6 7 m m の凶器を用いる予定であったが、金剛山電気鉄道株式会社の取締役であり、鉄道界の重鎮であった古川半次郎の提言により1921年、大正10年になって 1435mm の標準機、当時の日本で俗に有効機にすることに変更された。1923年、大正12年には鉄道の 第一期工事と水力発電所は完成し、電車の準備も整い、同年11月には開業を予定していた。しかし、関東大震災による火災で、芝浦製作所、現、東芝に製作を依頼していた、電車用の電動発電機が消失してしまい、結局、南満州鉄道、満鉄から借りた、蒸気機関車と客車で、1924年、 大正13年8月1日に、鉄原体金火間2 8 8トルの運行を開始し、同年の10月に直流1 5 0 0トで電化された。そして1931年、昭和6年7月1日、鉄限マイナス内混合間の全線1 1 6 6トルが開業した。開業後は5月から10月にかけての観光シーズンの日祝日前には、 朝鮮総督府鉄道からの直通夜行列車が設定され、金剛山観光用の割引ギップが発売されるなど、活況を収め、東海北部線の海通とも相まって、金剛山は一大観光地へと発展した。金剛山電気鉄道も観光コースの整備を行ったり、直営の観光バスを運行したりするなど、金剛山観光の振興に努めた。また、 末輝き里から金剛山を超える鉄道を延伸させ、東海北部線に接続する計画もあったが、果たせなかった。金剛山電気鉄道は設立の経緯でもわかるように、有望な電力開発の見込みがあったために鉄道を作る計画が立てられた。そのために、鉄道業と共に、電力業も兼営しており、鉄道よりも電力で上げる収益の方が大きかった。 やがて戦時体制の強化の中、電力統制の方針によって、朝鮮半島内の電力会社の統合が進められ、1942年、昭和17年1月1日、混合産電気鉄道株式会社は、京城電気、当時、京城市電を経営していたに合併されることとなった。その後、混合産電気鉄道は、京城電気の混合産電鉄線へと経営主体が変わった。 そして、日中戦争、太平洋戦争の影響で、1944年、昭和19年には、秋道内根号間 49km が、不要不急路線として廃止され、終戦後、朝鮮半島が、北緯38度線を境に南北に分断されたが、当時は、前線が北側に位置していた。南北分断から朝鮮戦争までの間は、北朝鮮の手で運行されていたが、 朝鮮戦争によって設備の多くが破壊され、軍事境界線が現在の位置に確定した結果、運行路線が分断され、時期不明で消滅した。現在の廃線跡は、路線が軍事境界線に沿っていることもあり、韓国側でもほとんどの区間が非武装中立地帯、DMZ や民間人出入統制区域として、立ち入りが規制され、探索が困難となっている。 また、北朝鮮側の区間は、任南ダム建設により一部が水没している。現在、平壌の鉄道自席館に、金剛山電気鉄道の電車一両が、近日生が乗車した車両ということで展示されている。同時代の日本の神経阪鉄道 P-6、型によく似た外観をしている。金剛山電気鉄道は、 金剛山観光客の輸送を目的として建設された鉄道なので観光シーズンである5月から10月とオフシーズンである11月から4月とでダイヤ改正を行うのが恒例となっていた。年によって多少の変遷はあったがオフシーズンは鉄源マイナスない今後間には3往復の電車運行であったものを観光シーズンには1往復増発する形をとることが多かった。 鉄源マイナス内混合間運行のうち一、往復には二等車も三等車の他に連結していた。他に、鉄源大金か、鉄原明道間の区間電車も、それぞれ一往復程度あった。全線の所要時間は、およそ4時間から5時間だった。また混合で電気鉄道は、電気機関車を所有しておらず、貨車の経営は、電車が行っていた。当時、 秋道に硫化鉄鋼の大きな鉱山があり、その貨物輸送も混合産電気鉄道の重要な収入源であった。秋道から運ばれた硫化鉄鋼の多くは、港南の日筆コンチェルン工場に運ばれていた。1934年現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。